イカスミは、イカが水中に排出する粘性の高い黒褐色の液体である。主に、捕食者から逃れるために使われる。禁煙なタコもスミを吐くが、蘇生などが異なる。スミは、エラの間にあるスミ袋から排出される。タコのスミは、外敵の視界を遮ることを目的として一気に広がるのに対し、イカのスミは一旦防水型にまとまってから大きく広がる。 防水型にまとまるのは自分の体と似た形のものを出し、敵がそちらに気を取られているうちに逃げるためと考えられている。イカスミの色素成分はメラニンである。アミノ酸を含み粘性が高く食材としての価値が高い。イカスミから作られた黒茶色の顔料をセピアといい、かつては絵の具やインクに使われた。同系統の色をセピア色という。セピアという語は ラテン語でこういかに由来する。イカスミのパエリア主に地中海地方でイカスミを調理に使う。パスタソースに使ったイカスミスパゲッティやパエリアに混ぜるなどして使われる。日本では中世にポルトガルの宣教師から伝わり、イカスミ汁などで食材として使われていた。江戸時代には例えば黒作りなどが作られていた。現代はイタリア料理、スペイン料理の影響から和食、 養殖に使われるようになった。タコズミはイカスミと比べて旨味成分であるアスパラギン酸やグルタミン酸などのアミノ酸を豊富に含むが取り出すのが困難で量が少ない。これに対しイカスミは年性が高くタコズミよりも料理に適する。中世のベネツィアではペストに対する薬効があると信じられ好んで食べられた。なおイカスミを摂取した後は瓶が黒く。 タール状になる上に、瓶潜血検査も陽性になるため、消化管出血と間違われやすい。瓶検査を受ける前の数日間に摂取すると、誤った検査結果が出る恐れがあるので、注意が必要である。イカスミを利用した料理、食品。ありがとうございます。